4組でさ、シーシーレモンホール、あそこ満員にしたんで行ったら四天王みたいな感じでしたね。四天王で。どうも、ナイツ花輪の自由時間です。今日も三好くんが来てくれております、はい。今日やりたいのは、今まで番付は勝手に事務所番付とかいろいろやってたんですけど、はい、今回はですね、リズムネタ芸人番付。リズムネタっていうのはね、何年かに一回というか、毎年のようにこう必ず、まあ、売れっ子芸人も出てくる大会なんですけども、はい、その都度1位、2位っていうのあると思うんですけども、過去何十年も中含めて、横綱、大関、小結び決めてしまおうというね。これは面白そうですね。面白い企画でございますけども、はい、一応今日もリズムネタの芸人さんをね、はい、ピックアップしていただきました。まず消去法で、これちょっとリズムネタじゃないんじゃないかっていうのは消していきたいんですけど、わかりました。歌ネタとリズムネタって僕はちょっと違うと思うんですよ、うん、そうですね、はい。だからこの花輪は違うと思うんですよ違いますか。じゃあ消しましょう。これ歌ネタですもんね、アメミア、桜井、はい、まあ RG も違うと思うんですよね、はいはい、ムーディー勝山さんも、ね、ムーディー勝山さんも違うと思う。違いますね、はい、だいぶこの三好君考えてくれたやつから半分ぐらいになると思うんですけどぐっと減りますね。ぐっと減る。まず俺が一番最初に思い浮かぶのは、はい、カウカウさん、当たり前体操。ああ、当たり前、うん、あれってリズムネタじゃないの。リズムネタですね。あと2700、はい、あ、これはもう完全なるリズム。あとアクセルホッパーね、はい、あとオリエンタルラジオ、これですよね、はい。チョコレートプラネットっていうのは何の。 TT 兄弟です。ああ、そっか、あれはもうリズムネタだと思う。 TTTT、はい、だ、歌ネタとリズムネタの区別がよくわからん。そうなんですよ。僕もリストに上げてってだんだん分かんなくなってきてこれ何なんだろうな、違いは分からんと思って、まあ、だってそれは多分、はい、鉄腕の友とかは歌物ですもんね。なんでだろうって、はい、歌を歌っちゃうから、はい、違うんじゃないの、はい、リズムでこうボケていったりしてるっていう。 8.6 秒バズカーとかですよね、はい、藤崎マーケットとかでしょ、はい、レギュラーさんとかもリズムネタなのかな、うん、歌なんですけどどうなんだろうなと。本当だね、はい、ひょっこりはんとかね、いつもここかなっていう。これもだからドケ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 っていうのが、あれも今言ってみればリズムなのかな。あるあるネタだもんね。まあ確かにそうなんですよ。チュンシュンクリニック P とか西村ヒロチョとかは、はい、まあわかるけど、はい、ちょっと世間的にあんまりっていうのあるじゃないですか、はいはい、小梅太夫っていうのはまあリズムネタなのか。ちゃんちゃかちゃんちゃんだもんね、はい、で、畑陽区、はい、ですよ、はい、デッカちゃん、エンタの方はブルーゾーン、はい、まあ、ニャンコスターはちょっと入んないですよね、はい、カモン達夫さんも、はい、阿佐ヶ谷姉妹とかね、はい、とインジョンさんもちょっと、はい、入らないでしょう。この辺はもう芸人新一も歌ネタだろう ね、 ね。じゃあこの辺は歌です。はい、となるとジョイマンはリズムネタだもんね。そうですね。クロコップ、クマムシ、森聖樹、ジャジー、江戸晴美、はい、小島よしおじゃん、完璧じゃん。これこそリズムでしたね。はい、アイロンヘッド、ピコ太郎ね。はい。リズムネタ番付難しいね。リズムネタの人を営業呼びたいって俺たちは会社だとして、はい、誰呼ぶか。パッとリズムネタで浮かぶのは僕はオリエンタルラジオさんです。やっぱりデンデンデデンデンっていう。本当だね、はい、やっぱオリラジだろうね、はい、堀江くんは誰、漫才師を一組呼ばなきゃいけないとか、はい、あるじゃん、よく落語家呼ばなきゃいけないとか、はい、僕はその世界ですごい人気になったっていう意味ではピコ太郎さんですかね。リズミカルですもんね。確かにね、はい、だからこの営業とか呼ぶとなると、はい、どうしても知名度が必要になってくるわけですよ、はい、だからリズムネタのクオリティを取るのか、はい、今営業に呼んで子供たちとかが喜ぶとかってなると、2023年のこの2月の度に今やってる番付にするのか、今までのこの番付にするのかっていうことはありますよね、はい、最新のリズムネタ番付だとチャンピオンズとかも入ってくる可能性もある。2023年だったらもうチャンピオンズですよ。ちょんとすなよ、ちょんとすなよですよね、うん、TikTok でも多分ねバズりますし、そこら辺が難しいよね。エビバディとか長野さんとかもですか、歌ネタですか、中野さんは。いろんなものが乗っかってますけど、だってさ、はい、うちの兄貴はリズムネタではないじゃん、やっぱり聞かせる歌じゃん、はい、そことちょっと違うんじゃないの、はい、リズムネタの定義がちょっと決めた方がいいよね、はい、そうですね、うん、歌じゃあもう、うん、口で歌歌ってる人たちってことにします。要は、うん、BGM がない。でもそしたらピコ太郎は、あ、本当だ、リズムネタになんなくなっちゃう。そうですね、あら土台が崩れた土台が崩れましたね。小島よしおさんとかも崩れた。どうしましょう。難しすぎるよ。心地よく聞けるっていうことなんでしょうけど、結構曖昧な概念ですもんね。だからナイツの漫才がリズムネタって無理やり言えば言えますもん、ね、テンポがいい、はいヤホー漫才もリズムだみたいな、はい、ことを言っちゃったらさ、はい、リズムネタになる可能性ってやっぱあるじゃないですか、はい、ありますね、はい、みんなが流行ったリズムネタ
番付けっていうことにちょっと今一緒に変えましょうか。わかりました。口ずさんでるってなるとオリエンタルラジオは横綱に近いんじゃないですか。はい、でジョイマンってさ、はい、真似できないじゃんあんまり。なんだこいつのところが今クローズアップされてる。ならない。なんとかなんとかみたいな。まあでもジョイマンも強いよね。はい、で 8.6 秒バズーカーもちょっと待ってちょっと待ってお兄さん流行ったもんね。はい、でちょっと素直がさやっぱまださ。難しいでしょ、うん、どうなってるかわからないですよね。もしかしたら何ヶ月後にはもっと大化けしてる可能性もありますし。じゃあやっぱり横綱はオリエンタルラジオでしょ。はい、これはもういろんないですよ、うん、はい、ね、東の横綱、はい、西の横綱は、まあ、小島くんかな、はい、小島よしおしかいないでしょ。そんなの関係ねえ。すごかったからね。スーパー売れだからねあの時ね。で大関はやっぱりジョイマンと 8.6 バズーカーでしょうね。なるほど、うん、私はなると思いますよ、はいはい、どうですかひょっこりはん。そうだね、ひょっこりはんも、はい、はい、ひょっこりはん、これはもう幼稚園って思うとね、めちゃめちゃやったね、はい、やっぱり短いってインパクトを残したっていう意味では、はい、ひょっこりはんなんだけど、はい、アクセルホッパーさんとかも入れたいんだよな。いいですね、ポンポンスポポンポンスポポンスポポンポン。おバカなテンポですもんね。やっぱアクセルホッパー、はい、ひょっこりはん、はい、吉本が強いね。小島くんが全員、まあ本当だ、まあそうですね、元吉本もいるけど、はい、すごいです。はい、言い心地のいいリズムを年に一組は出すんですね。そうだね、はい、であと2700かな。でちょっとコウメも入れておきましょうか。漫才協会変わり種として。そうですね、やっぱり西の小娘に、はい、であとまあ誰だろうな、前頭に一人このリズムネタで入れるとすると、うん、お藤崎マーケット。いや藤崎マーケット入るな。そうですね、ラララライは。そうだよね、はい、なんなら藤崎マーケット結構上じゃない。関脇アクセルオッパーと変えようか、はい、藤崎マーケット関脇でアクセルオッパーも前頭にして、はい、で最後もう一個前頭は、はい、バンビーノだろうね。ダンソン、うん、だから、はい、バンビーノと 8.6 秒バズーカーと4組同時に売れてさ、はい、ありましたね。で4組でさ、はい、CC レモンホール、はい、渋谷公開の、はい、今また変わってる、うん、あそこ満員したんで一回。いやー満員した。速乾だったんだよ、熊虫と。あ、そうだ、四天王みたいな感じでしたよね。四天王でリズムネタの、うん、熊虫はね、はい、あの、はい、まあったかいんだからで歌だから、はい、ということでちょっと横綱は、はい、オリラジ小島よしお、そしてジョイマン 8.6 バズーカー、そして藤崎マーケットひょっこりはん、で小結び2700コウメライブで、アクセルホッパーバンビーノ、この辺りにやはりなるんじゃないでしょうか。今こう上げた中でも40組ぐらいはいるんですけど、ただリズムネタ自体はまだまだ漫才師に比べれば少ないということが分かりましたので、はい、これから芸人を目指す子はまだまだリズムネタいけるよということがね、参考になったんじゃないでしょうか。ということで以上リズムネタ番付でした。